会の方からも、そういうのをご大事にいただいておりますので、まずご紹介させていただきます。吉田友様。佐藤和彦様。はい、頑張ってください。渡辺純一様。皆様頑張ってください。町田区議会を代表いたしまして、副議長でいらっしゃる吉田友様より一言ご挨拶をお願いします。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました市議会副議長の吉田友でございます。今日は川田議長が市長でございまして、代わりに一言ご挨拶させていただきます。私も毎年皆さん方の今日の大会見させていただいておりますが、その中で一番感じますのは、この日頃のこの鍛錬が実って前に比べると強くなったな、あるいは上手くなったなというものを感じさせてもらっております。ぜひ今日もそういう点を見せていただきたいと思いますし、また柔道の場合はこの礼儀という言葉が重んじられていると思いますので、この試合を通じまして礼儀の模範となるような点をぜひ見せていただきたいと思います。今日は市議会から佐藤和彦議員、そして渡辺健太郎議員、白川哲也議員、私と一緒に今日参っていますが、日頃地域でも大勢の議員がありますので、ぜひ親しく会場の皆様ともしていただいております。今日は大会の皆様とお疲れ様でございます。総合いい試合を準備ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。